난 Camiero. ダメだね、やめなさい。行くよ。前から行く。おい、行くよ。今、今の日に向かってた。あ、そっか。入ってる人がこっち。ああ、大丈夫でしょ。ここ釣りしてる人いるんだよね。釣りしてる釣りしてる。行こう。もう行くよ。回ってくれた。あ、本当だ。
それだけ人少ないとね、安心だよ。こっちだよ。そっち行かない。なんか見えんの？大丈夫でしょう。
仕方ないよ、黒いから。まあいらないいらない、大丈夫大丈夫。ああそっか、じゃあ減った、多分まだ大丈夫だと思うんだけどね。それほど暑くないでしょ。いい、大丈夫だよ。あ、飲みそうな気配だね。はい、ジョイ、水、ジョイ、水、はい、ジョイ、ほら、ここで、ここ、ここ。どうしたの？もう一回、飲まない？ほら、ほら、ほら、お水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 。ほら、やか。やかよ。お水、お水。あ、飲む、飲む、これ。水、水、という水。あ、遊び出しちゃダメだ。飲まないように。あ、行くよ。遊ばない、遊ばない。お、行くよ。冷えたかな。全然冷えてないでしょ。逆にこれぐらいしか歩いてなくて水飲むよちゃダメだよ。ほんと歩いてないでしょ。まだ夏じゃないし、これからもっと暑くなる。こんなに取れないでぐらいだったよ。ああ、そうなんだ。うん、バカにしちゃうから。さっきのあのバスケのおばちゃんもね、うん、数年前に、うん、熱中症になって、中にいて、うん、熱中症になって救急車で運ばれた。バカじゃん。マヌケだなそれ。エアコン入れなかったんだね。節約して。夏じゃなかったんだって。まだなんか6月の半ばとかそんな感じです。全然雨降ってて、うん、ちょっとジメジメした感じだったんだけど、年で温度が分かんなかったんじゃないの。気づいた時にはもう何にもできなくて食べてた。あらあらあら、怖いねそれは。うん、旦那さんが、うん、旦那さんがちょうどその倒れた瞬間に電話かかって、うん、電話にして電話出たんだって、うん、それがあの人のお姉さんと妹さんだったんでさ、で今この状態で今ちょっと倒れちゃったんだよって言ってたんでさ、倒れたら早く救急車呼びなさいよって言って、あそれが、ああそうだよなってさ、あこれ幸いとばかり放置してたらね、あこれでもうすっきりしたとか言そうだよね、現金が入ってたけど、なんだろう。左から抜けていくか。待て待て。いいよ。
そっち行かないよ。うん、日陰で休む？偉いね。お利口さんだね。はい、おしまい。